おはようございます。今日はね、ボンボン食堂まではいかんねんけども、カレーを作っていこうかなと。材料はカットトマト、ジャワカレー、玉ねぎ、人参、じゃがいも、これだけ。あんまね、俺肉入れへんのよ。肉なくても食える。もう一番ジャワカレーの中辛が美味しいんよ、ほんまに。もうね、一番もう白目むくぐらい美味しいから。でも米は炊いてるから、あとはもうルー作っていくだけ。よし、やっていこう。人参は2本使おうかな。ちょっとなんか気持ち小さいかなぐらいでいつも乱切りする。はい、人参乱切り OK です。玉ねぎはこれ2玉あんねんけど、1玉だけ使うわ。ちょっと玉ねぎは炒めていく。次じゃがいもね、小さいから3つ使うわ。これは男爵かな。じゃがいももあれやね、ざく切りやな。人参と同じぐらいかな、大きさ。火の通りとかもね、関係してくるからね。知らんけど。じゃがいもも切れました。おはようございます。玉ねぎと人参、じゃがいも、材料切れたから、とりあえず玉ねぎ炒めていこう。玉ねぎ炒めてる間に、次はこれカットトマトを煮詰めていく。ジャワカレーって1300ミリリットル水入れなあかんねんけど、その代わりにカットトマトを入れる。だからカットトマトこれ400グラムかな。400グラム、2つ合わせて800グラムやから、500ミリリットルだけ水入れるみたいな。厳密に言うと、もうちょっとだけ入れんねんけど。そうね、何それって、パソコンはこれ。え、何それ。カレー。カレー、トマト使ってるよ、これ。そうだよ。え、めちゃめちゃ混ざるから。どうせあれでしょ、カレー作るとか言ってスパゲッティ出てくるんでしょ、これ。で、チェーンとか言って、ここにジャワカレーあるやろ。え、あ、そうなんだ、トマト混ぜるんだ。へぇ。あ、でもトマト混ぜるとは言ってないよ。あ、僕も自己流のやつなんだ。では、トマト煮詰めていきますね。あ、ごめん、全然聞いたから、もう一回説明して。あ、ほんまに。あのね、トマトを煮詰めたら、はい、やっていきまーす。はい。すっごめん。いや、なんかトイレ行きたいから。いや、違うね。人の話の途中で帰るっていう。わぁ、説明しちゃった。楽しみしてますわ、ありがとう。トマトをよく煮詰めるのが結構よくいいみたいで、なんでやったっけな、なんでかわからん。ちょっとこれでもかっていうぐらい煮詰めていきまーす。トマトの美味しい匂いがします。あっつ、トマト煮込めたんで、次は炒めた玉ねぎ入れていく。なんかね、見た目はね、すごくトマトスパゲッティのソースを作ってるのかなって感じだね。こんな感じ、とてもね、皆さんがしてるようなカレーを作ってるようなね、現場には見えないと思いますが、カレーを作っております。はい、とてもカレーです。はい、カレーだと思った人は高評価、チャンネル登録お願いします。じゃがいもと人参入れて、指定の水の分量入れていくわ。煮詰めてる間に人参とじゃがいもは柔らかくなるから、それで問題ない。よし。ちゃんと見えてた今の。よし。この動画を見てる人は、普段ね、料理をしてるかどうかは分からん。ただおそらく今後生きていく人生の中で一人暮らしをすることってあると思うよ。で、その一人暮らしをしてる時にね、やっぱカレーって 100% 作るから。俺がね、よく作ってたのはね、一人暮らしの時にカレーか麻婆豆腐か親子丼やった。キノコのバターポン酢炒めとか、温野菜もやってたね。
まあでもそれぐらいよ。ほんまにスーパー行ってさ、50円とか100円の豆腐を買って、麻婆豆腐の素買って、200円の晩飯食ってたわ。19から23ぐらいまでそんな生活してたかな。よし、あ、めちゃめちゃアップ。水を入れて、ルー入れて完成。な、水入れていこうか。はい、まず300で、もう300いっとこうか。もう300いっとこう。はい、今水600入れた。で、火通します。じゃあ分かり言っていこう。みんな何が好き？バーモンド？それともあれ？なんたらおばさん？クレアおばさんってあれシチューだけかな。カレーも入ってんかな。いや、マジでね、ジャワカレー食べたことない人はね、ジャワカレー食ってほしい。うん、めちゃめちゃ美味しいから。さっ、オッケー。ものすごくいい匂いがするよ。とても大成功です。スパイスな香りとトマトのね、すごいいい香りがね、うんって感じだね。アポペーンって感じだね。もうアポペーン完成。あかん、コンタクト取れた。今完成しました。ルーがね、ルーがね、まあ一なる来てお昼ご飯食べるって時に食べよう。よし、それまで寝かせます。ありがとう。よし、はい、うん。もう食べてるけどね。うん、美味しいよ。美味しい。美味しい。美味しい。トマトカレーは初めてだね。ああ、うん、すごいね。ハヤシライスっぽいじゃない。そう、ハヤシライスってトマト系だよね。はいはい。うん、トマトの風味が最高です。ちょっとトマト味します。で、ちょっとピリ辛なんで。ピリ辛、おお。めちゃめちゃ合うね。やっぱ水結構減らさなきゃいけないんだね。あ、そうそうそう、減らさんとか。うん、うまいよこれ。うまいです、うん、よかったよ。めちゃめちゃうまいです、ありがとう。はい、17も来てます。すごい、これグッピン作？俺作です。すごい。まあでも、あのジャワカレーにトマトぶち込んだっていう。いや、すごいよ、家庭的。ありがとう、お父さんが、ね、我が家の味です。いただきます。いただきます。結構赤めだね、色も、うん、そうそう、もうね、なんかね、ジャワカレーなんか 1300ml ぐらい水入れてくださいって書いてんねんけど、うん、800ぐらいをもうトマトにして、うん、水ちょっとしか入ってないんだね。めっちゃトマト濃厚だね。やばっ、美味しい、うん、美味しいです。ほんまに？よかったよかった。なんかね、トマトが甘くしてるかな、結構。うんうんうん、甘めっぽくない？お、あ、ご飯いい感じ。ご飯いい感じ。ご飯もいい感じ。うん、美味しいっすか？うん、よかった。まゆー、あざす。うん、すごい。自分で食べました？まだ食べてない。ええ、食べましょう食べましょう。これ食べましょう。え、ほんまに？え、うん、あ、はい、あ、すまくれた。いただきます。レンゲで食べる。うん、美味しくない？うまい。うん、うまくいきました。手作りご飯も美味しく思えるよね、しかも。ね、うん、じゃあ、あ、いいね、美味しいわ、酸味が効いてて、うん、はい、ボンボン食堂でした。バイバイ、バイ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 。